りきったね。うん、すっごく楽しかった。そうだね、お客さんもすっごく乗ってくれて。みんな、お疲れ様。ミクちゃん、ライブ招待してくれてありがとう。スマホ、ステージの端にいい感じに立てかけてくれてたから、みんなのこと見れたよ。結構影になっちゃってるところだったし、見にくくなかった？全然そんなの気にならないくらいすっごく良かったよ。何度も練習見てたけど、今日が一番最高だった。本当にな、練習してた時のことを思い出してなんかグッときたよ。お客さんもみんなの演奏を聴いてくれてたみたいだったね。うん、本当に良かった。このライブハウスのお客さんに曲を届けられて。やっぱりさきの新曲が一番お客さんの反応が良かったよね。演奏していくうちにお客さんの顔がどんどん私たちの方向に向いてきて、私も絶対に届けなくちゃってすごく力が入ったな。みんなで頑張ったおかげだね。シホも全力でやれたみたいでよかったね。はい、カイトさんたちが教えてくれたおかげです。本当にありがとうございました。と言っても私たちがサポートしただけだから、こうして今日最高のステージにできたのはみんなの努力のおかげだけどね。ええ、本当に頑張ったものね。観客としてはもちろん、一人の演奏者としても今日は最高のステージを見せてもらえたと思うわ。私も本当に最高のステージが今までで一番のライブができたと思うんだ。でもやっぱりアネモネには追いつけなかったね。そうだね、私たちのステージが終わった後しばらく歓声が鳴り止まなくて、私たちも最高の演奏ができたって自覚があったから、これならもしかしてアネモネよりお客さんに曲を響かせられたかもってみんな思ってたと思う。でも やっぱりあのレベルにはいけなかった。全身でぶつかっていくみたいな激しい曲、この前の曲とは全然違ったよね。でもみんなの心に届いてた。うん、やっぱりすごいな、サクさんは。でも私たちも満足できる演奏ができたよ。今の私たちを思いっきり出してとっても楽しい演奏ができて、お客さんにも熱くなってもらえて、私たちが証明したかった私たちの音楽を聴いてる人みんなに感じてもらえて、大成功のライブだったよね。うん、集中特訓もすっごく大変だったと思うのにやみきったし、今回の MVP はしほっちだね。え、そうだね、私たちのためにいっぱい特訓メニュー考えてくれたし、それに千穂ちゃんが本当に手を抜かずにやってくれたから、私たちも負けないようにって走り切ることができたんだよ。うん、この短期間じゃ千穂のレベルには追いつけなかったけど、でもこれからも頑張るよ。次のライブでも今日みたいに最高の演奏ができるように。みんな
ありがとう。私もみんなが一緒に走る覚悟を決めてくれたから思いっきりできたんだ。だから全力で演奏しろって言ってくれてありがとう。こんなに楽しいライブは初めてだよ。志保。そうだね、私も楽しかった。え？あの人コーナー早く隠れるぞ。サクさん、いいライブだったね。最近は正直対バンやって刺激もらうこともないし、あんまりイベントをやってるって感覚がなかったんだけど、今日は違った。久しぶりに熱くなったよ。おかげで最高の演奏ができたし、それにさっきだっけ、いいね新曲、すごく心に刺さる音だった。あ、それに演奏もまだ気持ちで押し切ってるところが多い感じはするけど、でもその感じがこの曲にぴったりハマってて、この曲にはこの演奏しかないって思えて、そっか、これがレオニードってバンドなんだって思ったよ。よかったです、そう言ってもらえて。うん。それで次はいつやるの？出るときまた教えてほしいんだけど。今回のイベントすっごく良かったでしょ。だからまた一緒にやりたいと思って。あ、連絡先も教えて。その方がお互い都合もつけやすいと思うし。あの待って、連絡先聞いてただけなんだけど。行っちゃった。もうこっそり聞いてたけど、みんなにひどいこと言ったこと一回も謝らなかったね。ああいう人だし、最初から期待してなかったよ。それに謝罪よりいい言葉をもらえたからよかったね、サキ。新曲いいって言ってもらえて。サキちゃん、大丈夫？ごめんね、大丈夫。本当に、本当に、わかったなって思って。一生懸命、作ってよかった。みんなに届けられて本当によかった。サキ、音からも感じたけど、本当に今回のステージはみんなが一つになった最高のライブだったね。はい、私たちがどうしてレオニードとして音楽をやってるのか再確認できた大事なライブだったと思う。だからこれからも今日の感覚を忘れずにみんなで頑張っていこう。うん。ふふふ。きっとこれからみんなはますます成長していくわね。そうだね。